私は今大変評判の悪い松下政経塾の出身でございます、まあ、そういう意味で、野田総理、もしくは内閣におられる政経塾のメンバーをどう思うかというのは大変答えにくい、ご取材でございましたけれども、まあ、少なくとも私が実際に松下幸之助塾師から受けた教育というのは政治にとって、まあ、特にリーダーにとって最も大事なのは国家経営理念だと。でこれがはっきりしてないと国民の取り組み もうまちまちになる、外交も場当たり的になる。明治時代の富国強兵や殖産興業のように明確な理念が国民の間に浸透している、まあ、これが、国家の力強さに結びつくということでございました。安倍内閣の時は安倍総理がまずは国民を守る、領土を守る、主権を守る、資源を守る、まあ、こういった、国家の方向性に加えまして福祉から就労へということを明らかにされてました。例えば成長戦略を作るにしても、まあ、今議論されているような税と社会保障ということを考えるにしても、ただばらまくんじゃないんだ、楽しい顔をしてもらえるものはもらおうとか、まあ、弱者のふりをして少しでも得をしよう、まあ、そんな国民ばっかりになったら日本国滅びてしまいます。安倍総理は常に日本と日本人の可能性を信じ続けて、多くの方が真面目に働く、人様にご迷惑かけない自立の心を持つ、そして秩序のある社会を作る、それによって日本がどんどん成長していく、まあ、本当に気の毒な方々のためにも頑張っていける力強い国を作れるんだ、まあ、その思いが全ての閣僚に浸透していたからこそ、まあ、私たちは自由に働かせていただきました。もう一度皆さんと力を合わせて、また安倍総理に頑張っていただいてですね、日本を奴らから取り戻しましょう。もう一度日本を。どうも皆さんありがとうございました。私加藤